チェコスロバキアンウルフドッグとは、チェコスロバキア原産のウルフドッグ犬種である。フジーに公認されたウルフドッグ犬種の一つで、もう一つのフジーに公認されたウルフドッグ犬種は、オランダ原産のサーロスウルフホントである。この他にもイタリア原産のルーポイタリアのアメリカ合衆国原産のアメリカンツンドラシェパードなどのウルフドッグ犬種があるが、そのうちで公認されているのはサーロスと、 チェコスロバキアのみである。この2犬種は性質や外見などからしばしば体として比較されている。1950年代から容姿能力ともに優れたウルフドッグ犬種を作出するためチェコとスロバキアのブリーダーが協力して作り出した。おとなしく身体能力の高い地元のカルパティア狼と愛情深く学習能力が非常に高いジャーマンシェパードドッグを 交配させたものを元に改良され、時に遺伝子プールの改善と、イノシツの強化のため別のカルパティア狼を交配させたり、狼の血が濃くなりすぎないようにさらにジャーマンシェパードを交配させながら綿密な調整を行い、完成した。フシーには1982年に公認され、現在は主にペットや小ドッグ、ドッグスポーツ用の犬種として、世界的な人気がある。 フシー犬種番号322。フシー犬種グループ1。サーロスウルフホンドに比べると、犬の特性を強く受け継いでいるが、外見は非常に狼に似ている。立ち耳、ふさふさしたタレオデコートはやや長い。毛色はウルフ系のものに限られている。冬毛と夏毛の量の差が激しく、冬はふっくらした外見だが、夏はややスリムな外見に変化する。 体高はオス6 5ンチメートルメス6 0トル前後で、体重はオス2 6ラムメス2 0ラム前後の大型犬。性格はやや内向的だが、おとなしく素直で忠実であるが、しっかりとした訓練を行わなければ、主人との主従関係が逆転してしまう危険性もある。しっかりとした訓練さえ行えば、子供にも優しく。 小動物や他の犬とも仲良くすることができる。ただし、運動量はかなり多い。ありがとうございます。